しいなって気持ちです。わかる。あ、本当ですか。あら、はい、びっくりしちゃう。待って、じゃあ私たちは今ワクワクしている。ワク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 、とってもワクワクしてる。すごい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 、わー、これ言ったらいろいろダメだけど、すごい。ダメだけどすごい。外がすごい。言ったらダメだけどやばい。すごい。ダメだった今の。もうすごい。もうすごい。すごいよ私たち。わー。今ブルーマジ。すごい。すごいんですけど。ちょっと私あれどこ行ったっけな。あ、靴脱いでた。え、じゃあさ、うん、靴脱ぐわ。一応脱いで。シュッシュあった。じゃあさ、シュッシュしてき。サムサムでね、ご飯にね、行ってきましたよ。何食べたと思いますか、皆さん。ドゥドゥン、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 ドゥドゥン。なんか私、こういう袋あるけんさ、これ、持ってていい？天才じゃね？うん、天才でしょ？これに袋1ミリも持ってこなかった人間がここにいます。あ、でもリュックで詰めていきな。そうやね、旅に。あ、みんながさ、いろいろ出してくれとったのに全然読んでなかった。何って言ってる？串カツ、お好み焼き、次年。はい、ミッセイちゃん正解。お好み焼きをね、食べました。ミッフィちゃん？ミッセイちゃんですね。ミッセイちゃん。ミッセイちゃん、おめでとう。お好み焼きをね、食べてね、あの、お好み焼き食べましたよ。幸せ。てか、これもうここでメイク落とした方がいいか。うん。ね、そうだよね。めんどくさいよ。ね、後々めんどくさいことになるよな。でね、そう、みんなでね、お好み焼きとか、あととんぺい焼きとかもある。今日はね、もう5人、あ、6人でね、こうご飯に行くっていうのを誓ってたんですよ、心に。プロミス。そう、プロミスしましたね、あの日。あの日プロミス。あの日プロミスしました。ですから、そう、プロミスをして、いや、メイク落とし配信はしません。この後メイク落としていきます。落としていきます。はい、この後落としていきたいと思います。はい、私鼻声だからちょっとうまいわ。マナンジャスの声。マナンジャスの真似じゃない、別に。あ、そうなの。落としていきたいと思います。知ってる、マナンジャス今日リップ変えたんやって。リップ変えました。今日リップ変えました。今日リップ変えました。今日リップ変えてたんですよ。リップ変えてたんですよ。うん、変えてたんです。テンション高いね。だって高い。そりゃね、今ブルジョワジーだ。今やばいよね。そうなのよ。今うちらもうてっぺんにいる、日本の。おー、そう、日本のてっぺんにいる。ナンバーワンだから。今ナンバーワンにいる。これリアルガチだから。これリアルガチだから。絶対嘘。日本のてっぺんにいるんだから。じゃあ私はあのね、いい感じにやっていきます。でも逆に何もいらないから、私逆にこういう感じでいこうかな。うん、確かに。え、どうしたらいいんだろう。一応お財布とかは持っていこう。うん、お財布、お財布、あ、お財布あった。私のお財布盗まないで。私のお財布取らないでよ。盗まないで。あー、てか喉痛いわ、叫んでたら。どこに行くのって。天国だよ、今からな。天国に行ってくるんだよ。天国行くんだよ。うちらはな、天国に行くんだよ。天国に行くんだよ。行くんだよ。なあ。あ、わかったか。やばい、絶対に天国に行く。すっごいアホっぽい。すっごいアホ。でもそうなるよね、うん、今からやばいもん、うちら、うん、しかも夜だし。そう、もう深夜テンションってこれ。そうなの。だってね、今日朝から活動してたから。ね、どうでした今日は。今日どうでした。今日はね、今日はでもなんか早かった。あっという間すぎてさ、わかんないよね。いつもってさ、グルサツの後にグルアクがあるじゃないですか。うん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 。今日なかったじゃないですか。はいはいはい。だからなんかもう秒殺で終わりました。あー、はい、そんなこと言っちゃって。あーら、あーら、あーら、そんなこと言っちゃいます。いや、私今鼻声だから本当になんか楽しい、こういうのですと。あーら、そんなこと言っちゃって。あーらやだ、あーらやだ。すごい、何でもできるよ今鼻声だから。ふうじこちゃん、私たちすごい。え、待って、何だ、何がいるだ、ダダダダダ、何がいるんだ、マジわかんない。何がいるんだろう。ブラシ。何がいるんだろうね。歯ブラシ。え、歯ブラシ。うん。待って、ブラシ。え、ね、メイク落とすけん待ってね、この後。そうだよ、一回メイク落としていく。これでな、このち
ちゃい。それで落ちるの？この中にあるんだ、メイク落としが入ってんだよ。見たい。ほら、なんかこれは、うん、なんかこうこうやって触ったら、あの固くなに入んないのね、画面に。どういうこと？固くなに画面には映ってくんないの、ね。あ、私が？はい。あ、映っちゃったよ。でも私は今もうメイク落としてるから。真島さんのすっぴんいつものこと。そうなの、秒速で落とすから。あなたはいつものこと。そうなの。イエイイエイ、こんちくわ、どうも。こんばんは。どうですか、練り香水みたいこれ。え、でしょ、うん、今日はね、溶ける系これ触ったら、なんかこう取るじゃん、うん、でここにこうやってしたらなんかちょっとオイルっぽくなって、すごい、いくんですよ皆さん。すごい、あわ、拍手。もうテンション高々。なんかね、あ、そう、私この椅子座りたかったんです。あ、どうぞどうぞ。一回さ、え、2回目かな、同じ部屋なの。2回目 ?1 回目、あ、違う、2回目かな、3回目くらいじゃない、3回目くらいか。なんか割とさ、普通のテンションやけど、今回は訳が違う。やばい。みせちゃん、ハート。ラメマン。ハート。ハート。ありがとう。Thank you。どうも。サスケさん、昨日誕生日でおめでとうございました。ありがとうございました。そう、プーちゃんの誕生日です。今日はプーちゃん。プーちゃんおめでとう。そして、あ、ツナさん。ツナさんもお誕生日。おめでとう。あ、ケンジロさんもお誕生日。おめでとう。Happy birthday to you。ワタさんもだるまさん。だるまさん。こっちもあっちもだるまさん、だるまさんが転んだ、だるまさんがお絵かきした。あ、動いた。そういうやつ。そういうやつ、これ。もういいや、次の行こう。あ、次の行こうか。サイサイさん、ハートありがとうございます。ハート、ゲッチュゲッチュ。若菜ちゃん酔っ払ってるの？そうですね、軽く3杯は飲んだ後なんで今。あ、そうなんですか。まあ割と酔っ払ってるかなって感じがありますね。ショットで行きました。嘘です。そうです、ショットで行ってます、ね、本当に勘違いされたら困るんで言ってますけど。嘘ですよ。嘘ですをすぐ言わないと、そこだけ切り取られるからね。そういうビジュアルな人がいますから。嘘ですからね。そう、テキーラショットで行きました。嘘です。違います。普通にお水です。嘘です。お水を3杯行きました、はい。普段から飲むんですか？めっちゃ飲みます。嘘です。絶対に嘘です。めっちゃ飲みます。嘘です。絶対嘘。ハートいっぱい。リオンはカルアミルクしか飲めないよね。嘘です。嘘です。ね、こら。違う。違います。それはまたいろんな意味で。リオンでもね、弱いと思う。いや、絶対思う。私も絶対弱いもん。真島さんは、そうね。真島さんは、なんか酔っ払ったらどうなると思うって話はね、よくね、あのショールームでするんよ。めっちゃめんどくさい。でも、うん、なんかすごいと思う。慣れたらめんどくさいんだけど、多分一番最初はなんか頭痛いんで帰っていいですかっていうタイプ。そうだよ。なんかもうぜなんかなんか、あ、もう私はもう絶対ダメなんです、私はダメな人なんですみたいな言いそう、泣きながら。いや、あのね、最初は、ハートありがとう。多分成人して初めて飲んだ時は、うん、もう一杯飲んで、うん、年寄り一杯飲んで、うん、頭痛いんで帰りますって言って帰るじゃん。え、本当かな。22歳ぐらいになってお酒に慣れてきたら多分もうリーヨンポニーテールしてるのみたいな感じだと思う、多分。はぁ、ちょっと予想してます。お楽しみに。2年後、嘘、3年後わかんない。真島さん大丈夫ですか？大丈夫です。うぜぇ、わら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 。予想だからね。予想、予想だからね。そうよ、本当とは言っても、嘘です。もうマジで楽しみ。酒飲もうね。バリーピーポー、え、いいよ。酒飲める年になった時に。でも遅いもんね、11月でしょ。そうね、11月だから。7ヶ月も待てない。待てない。すごい遠い。あ、喉痛い。すごい遠い。どうですか、この後の気持ち的には。だって今何時よ。8時半。はぁ、えぐ、最高かよ。何時だよ。何時今。何時ですか。お、ヌグさん、ナウありがとう。全然8時半じゃない。何時？8時55分。
あ、9時9時。そう、今日15分だけなんです。もうちょびっとでごめんなさい。ちょびっとで。もうちょびっとで許して。写真送るね。だから。そう。周りに。あ、そうね。写真撮ろ。一緒に撮ろ、写真。うん。うん、あのすっぴんやけん加工して撮ろ。そうだね。綺麗めに。私のことも。うん、わかった。今日はね。それでお楽しみにってことで。ポニテお揃い？あなたはポニテじゃないのよね。これはそれ何ですか？これは普通テールですか？違います。これはですね、それ普通ですね。フォックステールです、フォックステールです皆さん、はい、ポニーではないです、フォックスです。フォックス。よしあきさん何時寝るんですか？何時寝ます？今日何時寝ると思います？私いつも2時とかに寝る。うん、わかる、ね、一緒でよかった。私もまさかね今日同じ部屋だとは。いや、まあそんな気もしたりしなかったり、どっちかなと思ってた。なんかまじまと同じ時もあれば全然あえて外しに来る、あえてマネージャーさんがこう外しにグッと行っちゃう時もあるから、そう今日どっちかなみたいな。そう、同部屋ですね。サムサムは普通に、あ、サムサム普通にね、年齢順よ、年齢順に分かれてます。ニョキ違うね、清原の肩から生えてた。ああ、そうなの。いくよ。取れたかな。うん、取れたと思う。みんな多分今バシャバシャ取ってたと思う。今めっちゃ目見開いておいたから。ああ、じゃあ大丈夫じゃない？ホラーだって。あ、よかったよかったよかった。なんか息ぴったりだね。だってあら、そんなこと言われちゃったりとかして。でしょ。してそうなんですよ。若菜ちゃんコメント見えてるのかな、見えますか？あ、この距離から見ます。あ、見えますか？読んでください、ぜひ。わら、若菜ちゃん超かわいい、若菜ちゃん絶世の美女、若菜ちゃん怖い怖い、クレオパトラの2代目すいません、ちょっと今幻覚がね見えるタイプで、あ、やばい、だるま見えちゃってる。だるまさん、だるま見えちゃってますね。若菜ちゃん今日はいつもに増して美しいね。若菜ちゃん、若菜ちゃん本当に美少女だねって書いてますね。うん、どこ見てるんだろう、どこ見てるんだろう、どこ見てるんだろう、やばい。でも若菜ちゃん面白すぎる、マジマジ天才。ふ若菜ちゃん演技うまいよね。だってケイトがこんな機会なかなかないって。それはお前が言ったんだろ。言うから。ようこそいらっしゃいました。私、ここに使えているのはと申します。あ、そうそうそう。で、はぁ、あ、って言って、いや、絶対死ぬでしょ。え？ほら、こう、額の中の人が。ああ。絶対死ぬでしょ。うん。絶対死ぬ。いや、違うよ。なんだっけ、それ。あ、死ぬでしょ、あれはだ。あ、死ぬでしょ、あれはだ。あそこ面白かったのに。面白かった。知るでしょ、あれは面白かったね。見て、すごいんですけど、すごい。何だこれ。ほんまやん、ほんまやん、すごいやん、めっちゃすごいやん、すごいやん、すごいやん、すごいんちゃうん、すごいんちゃうん、動画やな、すごいんちゃうん。ちょっと私関西弁マスターしたいからさ、今から関西弁で喋る。じゃあ私もやるわ。あ、私もやる。せやな、今日本番楽しみやな。ほんま楽しみ。えらいお好み焼きも美味しかった。お好み焼きめっちゃ美味しかったん。美味しかったん、そう。びっくりしたね、ほんまに。ほんま美味しい。めっちゃ美味しかったん。粉もんマジ最強。粉もんはいっちゃんうまいねん。やろう？うん、せやねんせやねん。はいけん、こうマネージャーさんも安定にうまいとこやって言うとったん。言うとったてん。まあな、せやねん、せやけど、うん、せやけど、うちは、うん、牡蠣がいっちゃん美味しかった。ほんまにうちも、うん、もう牡蠣がいっちゃん美味しかった。うちってでも京都弁かな、関西。ああ、関西うちって言います？最近さ、ちはやふるのしのぶちゃんばっか見てるから、京都に引っ張られてるかも。どうですか？あ、京都ね、どす。うちは京都やっぱ。せやって使わんのやって、意外と。じゃあ平時。
あ、せやかて工藤って名前。おっとっとっと、どうした146日目なんで。イエーイ。イエーイ。わかんない。ピース、ピース、ヨン、イエス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 、フレッシュ、フレッシュ、フレッシュ。わかんない、ヨンがわかんない。ヨンってむずいね。ヨン、ヨン、ロ、ロク、ロク。おめでとう。ありがとうございます。イエイ。じゃあ今日はここで終わっちゃいます。あら、15分経った。15分経っちゃったね。バイバーイ。バイバーイ、みんな。まあ、また配信しましょう。2人でもね、サムサムでもね、誰とでもね。そうやな、やりましょう。うちもやりたいわ。あ、ほんまに、うん、ほんまに言ってるそれ。さいなら。ありがとうな。じゃあほな、明日も、ほな、またな。明日も大阪でイベントあるから、ある、あるから。 ATC ホールな。そう、 ATC ホールであんねんな。そうそうそう、来てほしいねん。めっちゃ、うちもめっちゃ来てほしい。あ、ほんまに、うん、うちも来てほしいねん。じゃあほなな。ほなな。ほな、また、また明日な。また明日、また明日な。ほな、またな。ほなねー。バイバイ。